はいどうも、妖怪ウォッチプニプニ、今回もやっていきます。サーカスカッタム課金攻略、今ね UZZZ の 30% オフガシャやってますが、まあやっぱりこれちょっとやろうかなということで、あれ女の子ガシャね、やりたいと思います。一応これサブアカの方で、ニャイトウォッチね持ってないので、ニャイトウォッチねかなり強力なのでね、はい、やっていきましょう。まあ今のね 30% オフガシャもエルダシンね、プリチーポカポカウォッチなんで、まああれだし、まあこっちもね、まあぶっちゃけスキル2がね強いので、まあデータとしてもあれなんですけど、これもみんな種族効果スキル2だしね。まあでもまたスキル2復刻とか、なんつうこの前みたいな復刻あるし、20連でね時計の書6枚ゲットできるので、まあちょっと20連だけサブアカやっていきましょう。一応前回なんだっけ、誰の復刻だったっけね、アイドルの時だっけ、あの時は3赤で10連ずつやったんだけど、全部2丁虹が出たんで、確率的には一緒、あっちの方がいいか、はい、なんですけど、まあちょっとねまだ確率がバグってねえかなというところで、福龍さんいっぱいいるんですけどね、回していきましょうかね。どれが当たりかな。まあ一応これ女の子妖怪ね、これこの中から多分今後次のアイドルがこの中から生まれると思うので、はい、一応中身注目ですかね。まあいいや、行きましょう。時計がニャイトウォッチどの辺だ、これか。まあちょっと正直8と5で13あるんで、今回のね6冊じゃ全然足りないんですけど、まあまあでもありがたくいただきましょうということで、いきますね。ちょっと落として、なんで20連いきたいと思います。あ、せっかくチャンス、間違えそうだな、こっちのねもういいんだけどね。はい、行きましょう。あ、なんか、あ、赤カットかい、いきなりダメなんかいって感じなんですけど、ポン、なるほど、メビナには持ってなかったか。ああ、初ゲットでした。初ゲットも SS でもいるんだな。お、プニカミ岩井がいる。そうか、結構持ってないのいるか。さあ、スタンプ。行きましょう。あっという間に終わっちゃうね。20連とかね。ああ、かかと F2 つかやんない方がいいな、これ。いやー、この前と違うか、その前の復刻もなんか出たんだよな。だからちょっとなんか期待してたら、あ、ニューヨーカイ、こっちは四国州キャトリーヌが来ましたね。という感じで、気をつけなはれやっていう感じなんですかね。あとニューはないか。はい、そんな感じで、まあいいっすよ、今回ニャイトウォッチがね目的なんで、じゃあ早速やっていきましょう。あ、郵便か。はい、そしたらね、ニャイトウォッチの書6冊でかいな。ただね、2個落ちねえんだよな。あ、しかも初めてじゃないわ。なるほど、結構それで増やしてんのか、時計の書で。まあでもね、今回みたいに、まあこれちょっとニャイトウォッチだけど、時計の書でね、エルダシンとかもね復刻してくれてるのは嬉しいですね。はい、こんな感じで1個ずつだからな、しょうがないな。はい、騎士勲章のかけら、これでもなんかたまに必殺の秘伝書とかも確か落ちるはずなので、ガッツ系は経験値玉か、経験値玉稼ぎたい人はガッツ系倒しまくればいいんでしょうけど、まあ大してねあれなので、
で、あとね、これ真ん中今リムルでやってますが、あの横取りねされると危ないので、まあ基本的にはね今ダブってるんで、あ、これでこれパートかけらか、あ、チップだね、これチップ初ゲットですね。はい、なんでまあこんな感じでチップとかけらが来るのかな。はい、そんな感じで、ちょっともう一回だけ見る。まあ他のやつはね、もうないので、うん、まあ揃ってるのでね、はい、チップとかけらだけで、まあ今後も多分また来ても6冊までなんですよね。今 30% オフガシャのエルダシンもねあれなので、うん、まあこんな感じですよね。じゃあちょっと後のやつはカットして、はい、最後だけお見せしましょう。なるほどね。はい、そしたら一応最後6回目やっておきましょうかね。まあでもね、1パーツずつだからね、なかなか難しいなっていうところですかね。あの物によってはね2パーツのところもあるんですけどね、結構このニャイトウォッチかなりパーツ数いるのに、なんで1個ずつなんだよって感じあるんですけどね。はい、というわけでレベル上げしながらねやりましたと。一応こういうドラゴンウォッチ、これ持ってんだろうな全部。これはどうなんだろうな、ドラゴンウォッチについては。あ、これ2体いるからね、こういうのは必殺の秘伝書とか多分なんかこういうのは2枚ずつね、パーツとかかけらが落ちるので。あ、経験値玉か、こういうのやり直した方がいいのかな。もう打っちゃった秘伝書。あー、いいね。はい、という感じで、まあ時計の書は余ったらね秘伝の書で、まあこういう2体ものがいいっすよね本当はね。消費札ゲット、まあ全部ね揃ってるところはこうやってパーツじゃなくて経験値玉かね、必殺の秘伝書が来るって感じですかね。はい、ということで時計については、これか、6個ねパーツが増えて、はい、あとチップが3、4で7だからな、もう1回復刻が来ても多分揃わねえなっていうね。はい、6個あれなんでね、まあでもそれでもいっか。はい、まあいいっていうことにしましょう。ニャイトウォッチプリチイベントねめちゃめちゃ多いので、まあ今回もそうだけどね、はい、これは行きたいやつですね。まあちょっとこれサブアカなんで、たまたまねこれ持ってるけど、まあ基本的にサブアカおはじきイベントとかコラボしかやんないので、あんまりウォッチとね関わることが少ないので、基本的に全然そうあんまり初期パーツしか持ってない。あ、こういうのいいね、だこういうのは復刻ぜひね来てくれれば2冊でねいけると思うので、はい。あ、これなんか全然揃ってないな。はい、まあ途中からねこの整理ウォッチとかはすごいパーツがね少ないんですけど、初期の頃のパーツってめちゃめちゃ多いんでね。ね、あ、これもそんなに多くない。ゼロ式とかそういえばこういうの作ればいいんだね、特に女の子妖怪 U2 とかね、今作れよって感じなんですけど、ちょっとめんどくさがっちゃう。パーツ多いよな昔のな。はい、あ、こんな感じでパーツあるんですね、という感じで。あ、これもあとちょっとなんだな、ちょっとみたいな感じだけど11個だから、あ、まあでも今回みたいな復刻が来たらいけるかな。はい、そんな感じですね。まああと欲しいのは今ちょうどエルダシンね、アニマスこの前なんかの復刻で行きましたね。エルダシンが今やってて、これもねやっぱ足りない、8と14だからもう全然足りないんですけど、はい、やっぱこのサブアカっていうか、まあ最近妖怪ウォッチ始めた人たちとかもね、ちょっとウォッチがねないから不利だよね。 20% って結構でかいので、まあもう滅竜とかないからいいんだけど、こういうねプリチー種族効果とか絶対使うんで、はい、まあただね今 30% オフガシャとかで、こっちもね女の子ガシャもそうですけどね、今のね通常ガシャも時計の書こっちか、これもいいよね。はい、エルダシンね、これもやっぱり6冊なので、まだちょっとニャイトウォッチも次
では終わんねえなっていうね、はい、大体6冊だもんね、感じがするなってとこですかね。 20% あったらでかいからな。10万のダメージが12万になる、100万ダメージが120万。そこまでないかって感じですけどね。はい、じゃあ今回こんな感じにしましょう。一応ねサブアカもやるように決めてて、あ、これあれだ、ここに行くんだ。宝箱ね、一応第3のねサブアカもちょっと6まで無課金で今回いけそうなんで、なるべくね効率良いということで、3は1回横取りでやって、まあ、4も1回横取りでやって、結構 4もね、これ全部ドロップで揃うんですけど結構落ちにくいんだね。で5、6は4回横取りでね、はい、一応このアカウントコンプしようと思ってます。なんとしてもね今回ゲットできなくてもコマミはいつかね、なんかスペシャルコイン UZ とかでゲットできるかもしれないんで、一応スキル2はね取っといていこうかなと思います。そんなにまだ日程あるんでね。はい、じゃあすいません、またお会いしましょう。さよなら。